スピリタス・スピリタスとは、ポーランドを原産地とするオッカである。2011年時点で、アルコール度数96度という、世界最高の純度を誇る酒として知られる。その度数ゆえに、成分のほとんどが純粋なエタノールであり、タバコの非程度でも引火する。日本では、消防法の第4類危険物に該当し、ガソリンと同等の厳重な管理を必要とする。スピリタスは、 英語読みをカタカナ表記したもので、ポーランド語の発生に近いカタカナ表記は、スピリトゥス。ポーランド語、スピリタスレクティフィコワニーと綴る。ポーランド語のスピリタスは、主性、つまり、エタノールを意味し、講義には蒸留酒全般のことを指す穀物とジャガイモを、主原料として、70回以上の上流を繰り返す、ことにより、95から96度という、高アルコール度数に仕上げられた、 世界最高純度のスピリッツである。水との強怖混合物となっていることから、上流でこれ以上の純度に生成することも不可能である。成分のほとんどが純粋なアルコールであるため、喫煙中は喫煙を含めて火気厳禁である。過去には、スピリタスから気化したアルコールに、ライターやタバコの火が引火して火災が発生する事故が起きており、注意喚起も行われている。 ポーランドには複数のブランドがあるが、日本ではポルモスワルシャワ社製でミリオン商事株式会社が輸入している緑色キャップの瓶のものがよく見られる。味は初めに刺すような痛みと強烈な焼熱感があるが、それを過ぎると甘く感じる。それまでの飲酒や味覚の思考によっては最初から甘く感じることもある。一般的には、 カクテルのベースにされることが多い。原産国のポーランドでは、ウォッカとは別種の製品であり、カルードが携帯して、森で手に入る水を混ぜて飲むほか、家庭に消毒薬として常備する、ジェリーなどの果実を漬け込んでナレフカなどの果実酒を作るのにも使用される上、その果実酒も炭酸水などで割って、日本のサワーや梅酒ソーダのようにして飲む。ポーランドでは、 スピリタスをそのまま飲む習慣はない。北、アメリカでは、この度数の飲用アルコールの販売が禁止されている州は珍しくない。飲用可能な無水アルコールを別とすれば、過去のアルコール度数史上最高の種類は、1920年代から1930年代にかけてエストニアの種類専売公社が販売していたジャガイモ原料で、 アルコール度数98度の上流種であった。日本の消防法では、エタノールなど、一分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個、までの方は一価アルコールを、アルコール類として、第4類危険物に指定している。スピリタスは、アルコール濃度が60%を上回っているため、蘇生等を観案して、総務省令で定めるものには当たらず、 消防法上の危険物に分類される。そのため、日本で流通するスピリタスの容器には、容量が5 0 0トルを超える場合、第4類アルコール類危険等級2水溶性、下記厳禁といった表記が必要となる。アダム三つ警備チ作の長編所自パンタデウシュに、スピリタスが登場する。主人公の村が、ロシア帝国軍に吸収、占拠された際、兵士を、 スピリタスで酔わせ、住民放棄によるロシア帝国軍の駆逐につなげた。ありがとうございます。